クシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回は朝倉未来とヘズマ龍の試合がクソつまらなかった件についてお話ししたいなと思います。おい朝倉未来、ヘズマ龍、お前らちょっと来いバカ野郎。お前らふざけた試合やってんじゃねえぞ。お前マジでよ、格闘技やるってレベルじゃねえぞ本当に。でさ、まず第1試合目から見てて思ったんだけど、ヘズマ龍はね、あの打撃の練習やったことないだろお前な。本当に素人すぎて、朝倉未来の方もさ、ちょっと加減しちゃってる しさ、普通に面白くなかったよね。本当格闘技やったことない素人をさ、朝倉未来がどうしようかなみたいな感じ。朝倉未来が別の意味でちょっとこいつどうやって殴ろうかなみたいな感じになってて、全然面白くなかったよね。で、柴田とさ、朝倉未来の試合あったじゃん。俺ね、あれめっちゃ好きなのよ。あれめちゃめちゃ面白かったじゃん。俺ね、月にね、3、4回は見てるよ、あれ。ね、で、あれはなんで面白かったかっていうと、やっぱり、朝倉未来が本気で言ってたよね、あれ。本気で狙って言ってて、もうすごいパンチが柴田に入ってめっちゃ面白かったじゃん。で、あれはなんでかっていうと、やっぱり柴田はアウトサイダーにも出てるし、まあ、格闘技、ちゃんと総合格闘技やってるわけじゃん柴田は。でヘズマ龍はさ、あのレスリングでインターハイ行ってたと、国体行ってたんでしょ。すごいじゃん。まあその情報が本当か知らないけど、まあそれが本当だったらすごいじゃん。だけどその後別に打撃は本気でやってないでしょ。だからなんか試合として成り立ってないというか、朝倉未来の方も本気でいけない状態になっちゃってたよね。まあ朝倉未来はいいやつなんだと思うんだよね。多分ね、あの状態でもう思いっきりいけるやつは本当に鬼畜というか人間として終わってる気もする。だから朝倉未来はあれ、なんだろう、加減もしながら、まあある程度ぼこさなきゃいけないみたいな感じで手加減しながらやってたから、朝倉未来がいいやつなのは分かったけど、ちょっと単純に面白くなかったね。やっぱり柴田対朝倉未来みたいな、もう凄まじい一撃が入るの俺期待したんだけど、全然つまんなかったね。で次で、あとレスリングね、あれ見た感じだとね、ヘズマ龍は結構強いよね。もちろん体重差はあると思うけど、やっぱりレスリングのテクニック、寝技のテクニックはあると思うし、ヘズマ龍はね、ちゃんとね、総合格闘技のね、選手としてね、トレーニングしたらね、なんかめっちゃやばいことになりそうな気がするよね。でプラスなんかさ、朝倉未来が優しいからさ、もう突撃みたいなやめた方がいいんじゃないかみたいなこと言ってたじゃん。だから、まあ、そういうのやめてさ、もう、パチンコの営業とか風俗の営業とかやってたけど、まあ、そういう方面プラス朝倉未来に弟子入りして総合格闘技やるチャンネルとかやれば、なんか構成した感が出ていいのかなって俺思ったんだよね。だから朝倉未来のジムに入れてもらって鍛えて、でなんかアウトサイダーとかもし出れるんだったらね、怒られちゃうかも、アウトサイダーの人に怒られちゃうかもしれないけど、そういうなんかね、アマチュアの試合でもいいけどさ、出たりとかすればいいんじゃないかなと。イメージを変えていくのにもいいと思うんだよね。だからヘズマ龍は朝倉未来とのコレクションを使ってさらに伸びていく可能性があるなと僕は思いました。そうだね、まあそんな感じかな。試合自体はつまんなかったけど、朝倉未来とヘズマ龍が絡んだというかコラボしたことで、今後なんか面白い展開があるんじゃないかなと僕は思いました。はい、今回は以上です。クッシュー。